はい、皆さんこんばんは。今日はねアジ狙いに来てますよ。久しぶりにねフロートリグ使ってアジングやっています。まあ、いつも通りシャローフリーク、まあ、天秤かましてます。これ自分で作ったやつです。それで矢引き程度のハリスにアジリンガーから始めてみましょう。よろしくお願いします。ね、開始早々ですけど結構流れてますよ。あと1時間したらね満潮いっぱいになるんで、まあ、夕まずめといい時間かぶってるんじゃないのかな。といってももうね秋も深まってきたから割と暗いんですよ。まあ、引き続きねもう流れに乗せながらやっていきますよ。で、今使ってるアクルなんですけど、このロッド中古でね新しくお迎えした子なんですけど、ブリーデンのグラマーロックフィッシュ TR93PE スペシャルというねメバル用にね改めてちょっと長いのを購入したんですけど、まあ、その前にちょっとアジで使ってみようってことなんですね。で今日登場しました。これもうゆっくりねもう流していくだけです。ゆったり流しましょう。流そう流そう。カウントでレンジ入れていきましょう。まあ、大体15ぐらい。今ね、まあ、平日っていうこともあって人本当にいないです。マジか、ゴンゴン当たるな。マジっすか。ちょっとワームがねずれとう可能性あるんでちょっとしっかりチェック。もうゴリゴリにずれてはる。いかんな。まあずれっていうのはね良くない。でまたカウントダウン。でまあこのレンジでさっき当たってきたんで、まあ、同じことを繰り返してるんですけど、まあ、それで当たらんかったら棚上上げてみるか、そんな感じのことをねやってみましょう。この季節のこの時期ってね今の時間蚊との戦いになりますよね。今日はね割と暑かったんで日中はいなかったですけど、涼しくなったらねやっぱ出てきますわ。ほんまに開始早々ですけど首やらこの手やらかゆかゆい。虫除けしとっても効かんのよね。厄介よ。くっそほどかゆい。今の当たったかな。コンとね。でも乗らなかった。今つけてるシャローフリーク。かかった。今当たったね。沈むタイプ、ダイブのタイプなんで、ちょっとカウントをね、入れたら当たりましたね。ちょっとね、引き続きこのカウントでやっていきましょうか。長かった。よしよしよ。今ね最初のコール中にねかかりましたよ。なんだなんだこれ。引いとる引いとる。結構いいサイズ。なんだろう。魚の姿が見えますか。十数秒コール中ですね。もうそろそろかなって思ったら早速なんか最初のフォールで当たるとねなんか0打数1安打感ありますよね。君はよいしょ、いくよ、ほい、よいしょ、いい味だ。やったー。こんな味尺ないぐらいですね。20後半ぐらいかな。でもええ味やん。ほれほれ、結構太鼓ええで。ほら見てみ、ええ感じやん。尺あるなし。久しぶりにいいサイズの味出ました。まあ、やっぱりね、まあ、この季節って感じですね。まあ、引き続きね、やっていきましょう。
ヒットのワンはアジリンガーの冷凍みかんですね。ありがとうございます。イエイ。ちょっとねレンジ開けてみましたよ、さっきから。んでやることは同じ、もう流すだけ、流れた分だけ巻き取っていく。んで相変わらず手の甲をむっちゃかいおるっすわ、こいつが。で流れがぐっと重くなるようなところは集中っすね。集中へ、へ集中へって感じで。まあこんなこと言えるの周りに誰も人おれへんっていうね証拠ですよね。こんな陽気人おるところでしょうもないこと言っとったらあかんすよ。これね虫除け、おっしゃあーくそマジか、めっちゃ当たる、ゴンゴンゴンってね当たるっすけど、なぜ乗らん、多分ずれたね、これズレータですわ、懐かしいねソフトバンクのねズレータ、ほらズレータ。まあ血抜いていきますか、よいしょ。あれから1時間以上が経過しました。まあ、流れもねあんまりなく、かつ当たりも一発だけ、やっぱマズメなんすかね。まあ、マズメババッと入ってきたやつを狙ってババッて帰るのが賢いのかもしれません。今の状況はね何とも言えないっす。はい、皆さんお疲れ様でございました。まあ、結局ねこのアジ1匹ということでね終わってしまいました。マズメの一瞬だけ当たりが集中して、それで唯一かかったのがこいつ、なんとも言えない超過ですね。はい、まあ、ちょっとね計測をしてみましたらね、はい、ここですね、29です。泣き弱でございますね。いやーまあまあこれぐらいのアジがね、釣れるということが、分かりました。まあこれからね、楽しんでいけるような釣りなので、また挑戦していきたいと思います。じゃあバイバーイ。